も皆さんこんにちは、リジェです。今回やっていく動画なんですけども、僕の提携させていただいてるポンプオフ CS っていうところに遊ばせていただいた際に、富山県といったらまあデュエルマスターズ界のドンフラット氏がいるわけなんですけどもたまたまね、そのポンプオフ CS にフラットさんも居合わせてて、そこでフラットさんが、あ、この袋好きなやつ1個選んでそれあげるよって言って、この謎の黒い袋もらったんですよね。ああ、これ使ったのね。リジェ君、お土産1個だけあげる。え、何おー、ごめん。はいはいはい、1個だけあげる。そうね、1個だけあげる。いや、それ動画で開けて。中身とか一切何も聞かされてなくて、動画撮ってねとは言ってたんで、まあ、早速ね、今回動画撮りながら開封していきたいわけなんですけど、カードではあるっぽいですね、さすがに。まあまあまあ、そうね。フラットさんからね、LINE でね、早めに開けてね、これ賞味期限あるからっていうか、食べ物説あったんですよ、俺の中で。まさかの食べ物みたいな。食べ物動画で開けてもなと思ったんですけど。まあ食べ物にはなるよね。マジで売れば。怖いよね、あの人何するか分かんないから。もう早速開けていきます。結構カードのタワーが何個か重なってあるって感じですね。じゃあ1個ずつ、上から順々に取り出していきたいと思います。一番上の束から取っていきます。じゃあ1つ目、ポンポンポン。おいや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 、ニコルボーナスなんかお前上昇よ、上昇上昇だぞ。何この厚さ、しかもちょっと開けて、用意どんや、用意どん、用意どんだぞ。ニコルボーナス、ニコルボーナス、ドキンナのアポカリプス、サイドミスト。え、これまさかのあれじゃないですか。この僧侶の、あ、こいつ僧侶引いたんだ。まさか、まさかヤバい説ある。嘘。あの人パンって渡してきたんだよ。ただじゃあ2つ目いきます。国分シャラバガン。わ、これ絶対そうじゃん。シャラバガン。あ、俺ビルあるばいちゃんあったっけ。謎水の艦隊、謎水の艦隊だよね。ビルあるよね。そうそうそう、あるんよ。高いビルヘルムなんだよな。やばいやばい、ビルヘルム。師匠の遺跡、師匠の遺跡。なんでなんでなんで。怖い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 。じゃあ3つ目。ああ、いいねいいね、いいよいいよ。そう、それな、それな、それな。そう、それそれそれですよ。これちゃんとした恐竜っぽいね。いいね。フェアリーミラクル、フェアリーミラクル、フェアリーミラクル、フェアリーミラクル。まあ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 、これはまあ普通にね。嬉しいな。ジャブですよ、ジャブ。高いよね、地味に。はいはい。ビルヘルムも4枚持ってないし、ニコルも4枚持ってないから。なるほどね。普通に超嬉しい。まあこれは普通に。最後のパックですね。多分これで綺麗に40枚あるんじゃないかな。まあそういうことです。ジャックアルカリアス、ジャックアルカリアス、ジャックアルカリアス、ジャックアルカリアス。これ何の5色だったかな。なんか買い取ったやつそのままぶち込んだ気が。シルキード、モーツァルト、レジェンドドギラゴン。はい、そんな感じでね、こちらコシー総理のデッキが入っておりました。対戦動画でこのまま使ってもいいって言われないぐらいのすごいいいデッキだね。いや、フラッシュありがとうございます、デッキ。さあ、てと、こっからよ、こっからよ、こっからよ、これ入ってるやばくないか、こっからよ。結構量ありました。いやー、入ってたんだろ、他の袋は。そんな感じでね、コシー総理のデッキいただきました。ありがとうございます。じゃあ最後こちらですよね。絶対やばいよね、これ問題児だよ。早速開けていきたいと思います。これは総理のデッキだけでも結構やばいのにね。何が出るのでしょうか。何枚か入ってるっぽいか。ローダーが入ってるっぽい。さあどうだ。じゃあちょっと開けていきます。多分そんな数ないんですけど、一番上のカードから出していきたいと思います。なんだっけ、一番上のカード、こちら。いや、ジャブ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 。いや、ベガスはもうもうベガスはジャブなんよ。ベガスはね、ちょっとこの中身からしたらまだジャブなんだな、これが。すげえよ、次。では、よく一発目ベガスだな。これあとさ、これスリーブに入ってるんだけど、あと2つなんかローダーっぽいのに入ってるんだよ。普通のスリーブなんで。恐ろしい。残り2つ上の方見ていきましょう。こちら、こちら。本物なんだよな、これ。いやー、優勝してないよ。面白い。なにこれ、これいただいていいの。あー、優勝されるとかじゃないの、これ。かっこいいけど。あー、面白い。バンベートーベンの1万数万は手がない。まあそうね、4万ぐらいか。優勝した人のみが手に入るカード。さてと、ラスト、ラスト。バンベートーベンは手に入らなかったんだけど、あげるって言ってもらっちゃったの。そんな軽いノリで、そんな軽いノリでいいのか、こんな。いやバンベートーベンを手に入れても。ありがとうございます。じゃあ残す最後の1個。えっ、何？何？想像もつかない。開けていきたいと思います。最後のカードは
こちら。いいいいいい。これさ。の。これやばい。ああ面白い。いやー面白い。これはいい。プロもですね、ドラゴ大王。マジであの人おかしいと考えても、なんで？なんかの売り場だったのかな、もしかして。普通に。え、まあこれはね、うちで販売する予定だった10万売り場なんですけどね。10万円ぐらい一丁だけど、ね。答えは教えてくれるのかなくなったさ。ああ面白かった。これあれなんだよね。コンポフがいた時に、俺がちょっとね店頭に置かせてもらってた10万円売り場だったんだけど。まあ10万でもこれ出てきたら普通にアドだよな。まあ誰も買ってくれなかったんでリジェクにあげた感じですね。気になりますけど、大切に使わせていただきたいと思います。はい、使ってください。登録と高評価ボタンよろしくお願いします。はい、お疲れ様です。フラットさんのねチャンネルの方概要欄に載ってるので、もしかしたら真相はそこでアップロードされるかもしれないので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。